7月23日、夕の御言葉。御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。ヨハネの手紙第一、一章七節。この聖句には、清めますと記され、清めるでしょうとは記されていない。多くの人々が臨終の時に許しを求めたいと考える。 お死の時になって罪を許されるというそれだけの望みに頼るより、今清められている方がどんなに良いことか。ある人々は罪が許されたという自覚は、クリスチャンの長い経験の後に初めて与えられるものだと考える。しかし、罪の許しは現在なされることである。今日の特権であり、今この時の喜びである。 罪人がイエスに委ねる瞬間に、彼は全く許しを受ける。冒頭の聖句は現在形で書かれているが、それには継続の意味もある。昨日清められていたのであり、今日清められており、明日清められるのである。クリスチャンよ、あなたは死の川を渡る時まで常に清められる。あなたは毎時、 この泉に来てよい。なぜなら泉はあなたを清めるからである。そしてこの清めが完全であることに注意せよ。巫女イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。単に罪というのではなく、すべての罪からである。ともよ、この御言葉のこの上なく素晴らしい意味を私たちは 言葉を持って表現することができない。しかし、私は聖霊なる神があなたにそれを味わわせてくださるように祈る。神に対する私たちの罪は様々である。請求書の金額の多少にかかわらず、支払うなら債務はなくなるのである。イエス・キリストの血は、ペテロの冒徳の罪にも、愛の深いヨハネの欠点に対しても、 同様に尊い神の支払いである。私たちの罪はなくなった。すべての罪が直ちに取り去られた。永遠に。幸いな完成よ。眠りにつく前に考えるのに、これほど素晴らしい主題があろうか。聖なる神に対する罪。神の正しい立法に対する罪。神の愛と、 本地に対する罪、神の港、と御心に対する罪、大会のように果てしない罪、主はこれらのすべての罪から私を清められる。